こんにちは、もぐもぐの松成と申します。食育研究会もぐもぐは2003年にスタートしました。今もその頃もですが、食がこんなに溢れているのに、その中で十分な基本的な体験をしないまま大人になった私たち、そして知識も情報もどんどん増えていくこの世の中で、どうしたらいいんだろうって戸惑った親たちが集まって、勉強しよう、体験しようということでスタートした回です。なのでまず最初に私たちがやったことは、畑に行ったり田んぼに行ったり川に行ったり市場に行ったり海に出てみたりということで、食のプロの方々にいろんなことを教えてもらうことをしました。同時にいろんな専門家の方に来ていただいて、お料理を教えていただくこともあれば、食文化を教えていただくこともあったし、栄養のことを勉強したこともあります。でもほとんどの場合、いつも自分たちの子供も連れていました。自分たちのためだけではなくて、一緒に勉強したいという方はいつも受け入れています。そういう方々と一緒にここまでいろんな勉強をしてきたのが私たちです。それもこれもやっぱり誰かと食卓を囲むときは、おいしいねって言いながら食べられるのが一番だよねって思うからです。そのためにはやっぱり好き嫌いがたくさんあったりとか、料理があれもこれもできないとか、いろんな悩みがあると思うんだけれども、そういうことを少しずつでもクリアできると、いろんなことが一緒においしいねって言えると、私たちが親同士相談してとか会話を持ってみて、そう思ったからそれを大事にしています。そんなことは小学校の方にも行ってお話をしています。学校給食残すお友達が多いというふうに聞きますが、それもいろんなものを経験して友達と楽しく食べてほしいなって思うので、そういう活動ももう10年続けています。おいしいねって言ってもらいたい、それが一番。そしてそれをニコニコするため言うためには、まずは手の込んだものを作るとか、絶対買ってきちゃいけないとか、そういうことではなくて、ニコニコ、お母さんもお父さんも子どもたちもニコニコできるにはどうしたらいいんだろうっていうことを一番大事にして、その次に、そのためにはかな、大体でいいんじゃない、あんまり固く考えない方が絶対いいよねっていうのがあります。だけれどもいろんなものを食べた方がいいし、いろんな機会に接した方がいいしということで、いろいろっていう言葉もとても大事にしています。そんなこんなを、いろいろ一緒に共有するために、私たちはやっぱり一番大事にしているのは、体験です、ここに出てくるお料理、食べ物、これがここまでになるのに、どんな人がどれだけの苦労をして自然界とどういう交流をしたかっていうことを、ぜひみんなに想像できる人になってほしいと思うので、そういう体験の場を増やしたいと思っています。そしてみんなでニコニコ一緒に食べて、また会おうねと言いながら、心に豊かな思い出を作ってほしいなと思うのが、私たちもぐもぐの活動です。1年間を通して畑に行ったり料理を作ったり、いろんな体験の場所を作っていますので、もしもそういうのに参加してみたいなとか気になるなと思ったら、ホームページを見たり、ぜひ遊びに来たりしてほしいなと思ってます。お待ちしてます。